ウクライナ東部の要所バフムト周辺でウクライナ軍が段階的に撤退を始めた可能性があるとアメリカの戦争研究所は6日、激しい攻防が続いているバフムト東部からウクライナ軍が撤退を始めた可能性がありロシア軍とロシアの民間軍事会社ワグネルの部隊が前進しているため 多数の犠牲者が出ていると分析しましまた。ウクライナ軍がバフムトから一斉に撤退する可能性は低くロシア軍を疲弊させるため段階的に撤退を行う可能性があるとも述べています。